あれ違うわ、岡崎だ。岡崎だ。うん。岡崎で俺、東岡崎駅の方に行って、全然ねえやってなってた、JR の岡崎駅の近くの方だったっていうんでね、慌ててそっちの方にもう一回行ってっていうようなことをやったのは懐かしいので、岡崎駅のところに行って、懐かしいなぁ。で、そっから、豊川の方に行くのに、その、車で、そいつが俺を忘れしたかったんで、呼び出したっていうんでね、行って、行って、制覇しながらね。で、2時間って言っとったけど、結局、2時間後に終わるって言ってた、じゃなくて、2時間後から始まるだったかな。で、結局、行って、講習会間に合ってね、うちも、それで、制覇言いながら現れて、しばし、愛さんですね。愛さんか。だよな、当時のね、武士道の営業の担当の人で、山下さん何やってんのって。岡崎ですよ、ここって。そう。なんだったっけ、JR の岡崎駅から結構近いところにあったカードショップっていうよりはおもちゃ屋さんみたいな感じだったけどな。ジュエルスペースはしっかりとあるって感じでしたけどね。今もあるのかなあれ。うん、岡崎駅でしたね。懐かしいな。多分初めて岡崎に行ったの、その時じゃないかな。大学時代は岡崎はね、と上の方ね、大樹寺の方あたりをかすってるから、まあ一応岡崎行ってるっちゃ行ってるってことになりますけど、うん、ちゃんと岡崎に行くっていう感じで行ったのがその時は最初ですね。うん、っていう感じかな。まあその後仕事でね、結局ひょんなことから岡崎と矢作町と稲妻にね、店作るよっていうことになったんで、そこからね、がっつりと行くようになったのが2012、3年ぐらいかな。ですから、ちょうど東海オンエア立ち上がるかな、ぐらいのところにちょうど私が、ですから、矢作川でね、最初のイカダを作ってた頃に、その近くにある矢作橋っていう、矢作橋っていう駅があるんですよね。駅があって、そこのところで、うちが、ちょうどお店の立ち上げに、ひーこら、手伝って、夜中までね、大変な目になってたよっていうことでしたね。だから、なんだろうな、あの当時でもドンキって、でも岡崎のドンキってこの前行ったのが初めてだったんだよな、今年。あ、そうだ、あれだ、矢作町って、その矢作橋ってところで矢作町ってところにあるんですけど、結局、橋渡ったら向こう側に行かないとドンキがないんで、岡崎のドンキって。結局ね、安城の、刈谷のドンキか、の方に行ってましたね。1号線ずっと走っていったらそっちの方が近いんで。で、途中でマティカル屋寄ってね、まあ、マティカル屋に寄るか、それかね、帰り際に、中を寄っていくかって感じでしたね。1号線沿いの国一沿いのね、いう感じでの、でしたね。懐かしい。で、言っとったら、まだ終わらないかな、変更度。まあ、そんな感じでございますね。さあ、と、2時間切ったよ。あと、110分や、あと110分。ってことで、11分ぐらい、270ぐらいで、280、300はいかないか。累計300ね、まで玉詰めれるかなと、だね、いいなと思ったんですけど、さすがにそこまでいかんすね。280ぐらいかなっていう、落としどころかなと思いますね。さすがに日曜日の夜の12時回ってからは上げないっすよ。上げてもね、さすがにな、そんな時間に上げてもですし、で、ここでね、完全にね、玉、こっちとしては勢力を使い果たしてますんで、準備だけね、明日以降の動画の準備だけね、ちちゃっと済ませて、ダウンするかな。ちょっと、さすがにちょっと、ニコ生やる、体力が残ってなさそうですね。ニコ生とか YouTube のライブ配信ね。あれ、同時にできるかなと思ったけど、どうも、難しいみたいですね。配信のこのソフトだとちょっと、同時配信は難しいみたいなんです。そこら辺もね、またちょっとニコ生の方もね、もう8年ぐらい動かしてない。最後にガールフレンド格好からやってましたもんね。一応ゲーム実況配信やってたんですよね、そういう。いや、走りはやってるから、2012年、2013年とかに、ゲーム実況配信をニコ動でやってましたからね。うん、
ガルフレですけどね、ガルフレのイベントを、延々と作業プレイやるっていうやつで、まあ全くもってね、多分覚えてるっていうか、見に来た人がそもそも累計で2桁いるのかなっていうぐらいですからね、ほぼずっとゼロでね、延々とね、カチカチやって、今日も誰も来やんかったなって思ってましたんでね、誰も知らないと思いますけど、まあたまに来たらね、バリゾーコンアップしてられてね、キモキモガチキモとかね、散々ね、言われてましたよ。ちょっとこいつ狂ってるとかね、散々言われてましたけど、まあね、それはね、ニコ動ね、投稿していく上ではね、証拠ですんでね。10年前からニコ動でそんだけ言われてるって逆に称号でしょ。まあね。感じとしては完全に YouTube とニコニコでは完全に経路違いますからね。まあ今もだいぶ違いますけど、ニコ動の方がやっぱし、オタク性要素は、やっぱり全然強いですね。改めて見てくると、ああ、タグキングサークとかね、簡単に声優さんのね、情報とかも拾えるんでね、やっぱそのあたりは楽っすね。うん。YouTube ってその、おすすめ順しかないんですよね。その、おすすめの中から、その、ね、日時を絞ったりとか、そういうような感じのことはできるんですけど、実はそのソート順っていう風にして、なんか新しいものをね入れる、0、1をね入れるっていうのにね、やっぱし、ちょっと難しいかな。で、ニコニコの方のが能動性が高いんで、そう、YouTube の方がやや受動性が高いんですよ。で、ニコニコの方のが能動性が高いんで、逆に言うと、ニコ動に来る人が基本的にタグ検索とか自分たちで調べて、出してくよっていう、で、見るよっていうのが前提にあるんで、そこが大きな違いですね。ですから、調べてもらったときにちゃんと出るようにしっかりとしたタグの、タグ付けとかですね。あとはそのコメントでの新しい順で見る方も多いんで、そうするとコメントが1個も入ってないと延々とそのエンカウントに乗らないんで、エンカウントしないんで、そのためにウップとかね、まあ、簡単にね、アップしましたよとかね。まあ、そこまでもいなくてですね、本当に私の場合 UP って打つだけですよ。UP、UP、エンカだけですけどね。そんな感じで、一言入れとくだけで全然、本当に変わりますんでね。多分ですが、今ね、ずっとね、上げてるやつがね、そのウップが入れてないんでね、あれですけど、試しにちょっと見てみましょうか。ウップ入れたの、どこがサイトだ？ウップ入れたのはどのあたり？横のあたりとか全然サイト入ってないでしょ。で、ウープ入れたのはどこからかな。これ全部入れないときになるのか。マジか。マジか。しんどい。そうですね。ここからですよね。で、ちょ、入れてないやつはやっぱ1、1とかになりますけど、入れたやつからはね、やっぱ3、4とかね、ちょろちょろっとね、やっぱ入りますね。ニコ動の見る人ってのは、私もそうですけど、私は結構投稿が新しい順、投稿順にすることが多いですけど、アクティブなね、やつを見るよっていうのをね、見るときには、やっぱしコメントが新しい順っていうのがね、結構古い動画でもポンと入ってくるし、基本的には時系列でそれなりに並んで、そこから、ちょっと人気ないやつはね、たまにポンポンと入ってくる。おお、そういや、こんな動画あったなって言って、また見返したとかっていう風なのができるんでね。そういうような感じの感覚で使います。このあたりの検索の、システムの使い方がもう基本的にもう YouTube とニコ動は全然違う。それこそ最初 YouTube を始めた時は、そのあたりができなくて、ね、その能動的に見れないんで、ちょっとそのあたりがフラストレーションが止まったりすることもありますもんね。うん、今もだいぶ慣れましたけどね、うん、さあで14が終わったんで、よし、次は新シリーズなんで、ちょっとこれは打ち込み時間かかりますね。